常磐自動車道使ってる？どうも、いわきの妹、おこと、小名浜一人暮らしです。私は福島県いわき市に暮らす人よりちょっとお船が大好きな普通の女の子。さて、今日も私はここ小名浜港をうろちょろうろちょろ、なんかいいことないかな、なんか楽しいことないかな。それでは今日はどんなお船がやってきて、どんなお仕事をして、そのお船が活躍した結果、私たちの生活にどう関わっているのでしょうか。それではやってまいりましょう。よっしゃび、ゴさあ、今日登場してきてくれたお船はこちらのお船です。なんてお名前ですか？第五刀流。第五刀流、昇る竜と書いて刀流って読むんだね。そして会社名は山木工業株式会社。山木工業株式会社って言うんだね。そして隣にも大きなクレーンを積んだお船があります。なんてお名前？第五白斗。第五白斗って言うんだね。ずいぶん大きな船が連なって、一体何をするお船なのでしょうか。ほらほら見て、スタッフの皆さん、お船のメンテナンスをされています。ああいった感じで船のね、ガラス面を拭いたりメンテナンスしてるんだね。初めて見たかも。こちらのお船を管理している山木工業さんは、港だとか土木建築工事の総合建設会社なんだよね。もともとは材木店からの発祥なんだけども、今は総合的に建設業をやられてるそうです。ご出身はここいわき市でございます。じゃあ具体的にこのお船さんたち何をするお船なのかっていうと、機重機船、重いものを起こす機械と書いて機重機船って読むんだよね。具体的にはテトラポットを運んだり、コンクリートミキサーなんかを運んだりするんだよね。ほら、あんな大きなさ、グラブ、なんと250トンのものを持ち上げたりするんだって。じゃあ具体的に私たちの生活にどんな関わりがあるのでしょうか。それはね、ほら、ここ小名浜港だとか、お近くの港、相馬港なんかの工事をしたり、あと、みんな塩屋崎灯台って知ってる？塩屋崎灯台、美空ひばりのね、乱れ髪の聖地だけれども、そちらのね、修理の工事なんかもするんだって。あとはね、常磐自動車道の橋、夏井川の橋なんか、そういった橋をね、メンテナンスしたり作ったりする工事が得意みたいだね。その他にもいわき市のね、下水道の工事なんかもするんだって。すごいねすごいね。今日私が車で通勤するときに使ったあの橋、もしくは朝ごはん食べてうんちした後の流れてく下水道、それはもしかして山木工業さんが作った工事の結果だったりしてね。いかがでしたでしょうか。今日も変わらず私はここ小名浜港をうろちょろうろちょろ、そこでお会いすることができたお船は山木工業株式会社さんの第五刀流と第五白斗でした。この日はね、早朝にね、撮影してきたんだけども、ずいぶん朝早くからね、港の人たちって働いてるんだね。朝早くからご苦労様です。
今日もお兄ちゃんからたくさんのメッセージが届いてるよ。紹介していくね。最初のお兄ちゃん、犬さん、たまたまこの動画見かけた。出張で来てた、いわきで。あ、出張でいわきで来て、私の動画見てくれた。あ、どうもありがとう、よろしく。XE さん、めっちゃ近いやん。あなたのご近所まで私お邪魔してたかしら？近くにいるんだよ。最後のお兄ちゃん、ユーザー MT さん、気仙沼港に来れば、遠洋マグロ、ハエナワ漁船が見れます。トロカツは巻き網船って取ってないです。トロカツはカツオ一本釣り船で取ってまーす。だって。あ、そうなんだ。また詳しいお兄ちゃん現れたわね。嬉しい嬉しい。私のことサポートしてくれる？今日も最後まで見てくれたあなたが、大大好き。また次回もお楽しみにね。また見てよね。約束だよ。バーイバイ。びっくりしたわ。いやさすがにでかすぎじゃない。おなかが一人暮らし、ファースト写真集、メルカリにて販売中。詳しくは概要欄のリンクから飛んできてね。限定メンバーシップ大募集キャンペーン。私のメンバーシップはメヒカリ、サンマ、カツオコースとあるんだけども、限定動画が見られるのはカツオコースだけなんだ。それがなんと今回7月先着3名様限定で、どちらのコースを選んでいただいても限定動画が見られるようにしちゃうよ。こちらのキャンペーン、先着3名様が決まり次第終了させていただきます。さあさあ、お兄ちゃんたち、今すぐメンバーシップに駆け込もう。祝メンバーシップ開設。ねえねえ、お兄ちゃん、ついに私のチャンネルはメンバーシップを開設したよ。メンバーシップの種類は3つ。1つ目はメヒカリコース。こちらは絵文字が使えるよ。続いて2つ目はサンマコース。コメントの優先返信をするよ。そして3つ目はカツオコース。限定動画を見られるよ。メンバーシップで得られる収益はすべてオナヒと夢貯金に積み立てられます。それじゃお兄ちゃん、あたしと一緒に夢を叶えちゃおう。お兄ちゃんのご参加を心からお待ちしております。受付は概要欄で。いわきから世界へ。どうも、小名浜一人暮らしこと小名人の夢貯金。いつも私の動画を見てくれているお兄ちゃんたち、今日も私の動画を見てくれてどうもありがとう。お兄ちゃんたちの応援のおかげで私のチャンネルは見事 YouTube の収益化に成功したの。本当に本当にありがとう。さてさて、このチャンネルで収益して得られるお金は
全部私のポケットマネーになるの？あ、なんなんなん。私にはどうしてもやり遂げたい夢があるの。それはね、海外で暮らしてみたいって夢なの。なになに、そんなの無理、バカみたいな夢だって、そんなのできっこないよって。でもでも、ちょっと振り返ってみてごらん。ちょうど1年前、私が YouTube を始めた時、誰も私が YouTube の収益化に成功するなんて思わなかったよね。それと同じように、私はこのバカみたいな夢を本気で叶えてみたいの。いや、絶対に叶えるの。それじゃあ、そんな夢を叶えるために何が必要かって、それはね、そう、マネー、マネーでございます。海外一人暮らしに挑戦するには、ざっくり15万円貯める必要があるんだ。そこで、今後の私たちの資金作りの作戦タイム。資金作りをする方法は大きく3つあるよ。まずは1つ目、 YouTube の収益化で得られるお金は毎月自動的に資金として積み立てていくよ。次に2つ目、このチャンネルのメンバーシップを開設するよ。こちらは今準備中なんだけども、メンバーシップ加入者の方々には限定動画を見られるようにしたいと思ってるんだ。解説準備ができたらまた改めてお知らせするから、ぜひお兄ちゃんたち入ってよね。そして最後の3つ目は、スーパースタンクス。これは一つ一つの私の動画に対して支援できる YouTube の仕組みなんだよね。以上の3つが私とお兄ちゃんが夢を叶えるためのご支援方法になるよ。その他、今まで通りペイペイやアマギフでも直接ご支援いただくことも大歓迎です。あなたなりのご支援の方法で一緒に夢を叶えちゃおう。それじゃあ、今後は動画の最後に私の貯金額を公開していくから、ぜひぜひ積極的に応援してほしいな。お兄ちゃんたち、私が貯金を使い込まないかしっかり見張っておいてよね。ここまで付き合ってくれたあなたが大好きです。それでは次の動画でお会いしましょう。私と一緒にいわきから世界へ飛び出そう。バイバイ。YouTube からお届けするわ。これを聞いてなんだかワクワクしてこない？そこでみんなにお願い、一度タイへ視察旅行してみたいんだ。じゃあ具体的にいくら必要か軽く計算してみると、ざっくり約15万円貯める必要があるんだ。今のところ私の貯金は5000円。というわけで、あなたの力を少しでいいから私に分けてくれないかしら。ご支援はダイレクトメールもしくはペイペイでお願いします。詳しくは概要欄で。